福井県福井市の最高寺にある、柴田勝家の墓には、お市の方、勝家の一子作次郎と共に、勝豊も合詞されている。柴田勝豊は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。柴田勝家の養子で、越前国丸岡城主を経て、大見国長浜城主を務めたが、勝家の不和から離反して、橋場秀吉に下った。柴田勝家の家臣。 吉田慈平の子、またはその養子で、渋川八左衛門の子として生まれる。聖母は、勝家の姉であることから、老いにあたるが、勝家に当時は、実子がいなかったためにその養子となった。天正4年、勝家の居城北の象徴の市上となる、丸岡城を築き、勝豊はその城主として4万五千国を漁した。天正9年、織田信長の京都大間揃えでは、 勝家と共に上落して参加した。天正十年六月、信長死後の清須会議で勝家の所領となった大見、長浜城の守備を任された。天正十年八月二十四日には、五北三軍に対して特性を発布。しかし、勝家は同じ養子でも、柴田勝政を優遇して、勝豊を礼遇したと言い,い、いとこにあたる佐久間森政とも仲が悪かったことなども、あって、 12月に、橋場秀吉が大軍を持って城を囲むと、勝豊は、大谷義継の調略を受けて、長浜城ごと橋場方に寝返った。ところが、すでに病を得て伏せっていたため、天正11年の静ヶ岳の戦いでは家臣を代理として参戦させた。静ヶ岳の戦いの直前、天正11年4月16日死去、東福寺で没したとされる。中島孝治は、 京都本邦寺は勝豊の療養地であるから、菩提寺は本邦寺の可能性が高いとする。ありがとうございます。